ます。そうですね、どんどん集めてください。3点とか2点とかすごいついていますので、はい、質問の松前町出身の高橋さんですけれども、これからの松前の季節の魅力ですとか、あとシリウスのおすすめスポット、イベントなんてありますでしょうか。そうですね、はい、9月はですね、はい、松前でですね、お祭りがございまして、マグロ祭りというものがありまして、マグロの解体ショーなどが予定されております。あとですね、明日なんですけども、8月23日、知内の脇本漁港で、知内大漁祭りというのがあります。たくさん のイベントをご用意しておりますので、ぜひぜひお立ち寄りしたいと思っております。この脇本漁港はここからすぐです。おはようございます。デジカメ買ってくれよ。そうですね、いい気分。セブンアイホールディングスのセブンイレブンから、甘いものを極める道はセブンイレブンネットに通ず。全国のおいしいものをお取り寄せ、注文も4日でお近くのセブンイレブンで受け取れます。しかも送料手数料が無料。詳しくはセブンイレブンネットで検索。セブンイレブン、いい気分。セブンイレブン探検隊、セブンイレブンの提供でお送りしました。ハッピーゾロ、本日開催。ゾロ目にはハッピーがある。
新土日国産牛の大放出セール。国産牛がお買い得の3日間、スーパーチェーン滋賀全店で8月の金土日開催。スーパーチェーン滋賀。ボールディーラー中古車夢の祭典、メーカー系ディーラーが当日決中。22、23は高田高等東部へ。第31回サラベスふるさと祭り、8月23日日曜日午前10時から午後3時までサラベス村ふるさと館で開催。午後1時半からは SED ラジオ公開録音火曜ステージ。ゲストは今のチームが3音楽を歌う。サラベス牛の焼肉や大鍋のサンデルなど美味しさ一番のサラベスふるさと祭り一緒です。シンポジウムで講演した中で述べたもので、バーナンキ議長は、我々は深刻な世界的景気後退からようやく脱却し始めていると述べて、世界経済が不況につつあるという認識を示しました。ただ最悪の事態は回避できたが、今回の試練はこの先にまだあると強調し、持続的な景気回復の実現と経済危機の対策を進めて各国の領域を進めたと考えています。世界の中央銀行関係者が集まり、日銀の北川総裁が出席しました。次に共同通信によりますと、およそ半年間にわたって国際宇宙ステーションに滞在する予定の宇宙飛行士野口聡一さんが21日訓練の様子を報道陣に公開しました。訓練はモスクワ郊外にある宇宙飛行士訓練センターで行われていて、21日は模擬施設を使って操作手順を確認したほか、ドッキングの訓練などが行われました。ロシア人のコーチは野口さんを満点だなどと評価していました。野口さんは12月にロシアのソユーズ宇宙船で2度目の月面降下を行っています。期間は来年5月で、若田光一さんより長く宇宙に滞在しています。野口さんは今回ソユーズの船長を務める予定で、